紙で人に優しさを、泉製紙。製紙工場の大きな煙突が立ち並ぶ紙の町川之江。ここに昭和22年設立の泉製紙株式会社があります。泉製紙ではリサイクルされた古紙を、水や薬品を極力使わない生産設備により再生、環境に優しいおよそ180種類のトイレットペーパーを生産しています。こちらが泉製紙社長の宇高さん。わー、笑顔がとっても素敵ですね。社長いうのはものすごいすごい人だと思いますよ。全部この工場は全部やったんですから、一人でね、いろいろ考えて。わからないことを調べて自分で理解してやってしまうっていう社長ですから。そうなんです。厚紙の芯にトイレットペーパーを巻き取るこの機械、そして出荷サイズにカットするこの機械もオリジナル。機械メーカーが見学に訪れることもあるそうですよ。自分の手で作り上げる工場、そのきっかけは排水処理設備の開発でした。私の親父が作った会社が自分の遊び場を随分と汚しました。その汚したところを元に取り返そうと、海を汚すこと、そんなふうなことのないような機械、あるいは生産技術を作ると、そうしなければいけないという法律に基づいたその動機ではなくて、自分の中にそこはかとなくこう出てくるそういう思いですね。その思いを自分の勉強と体験で実現していったのが僕の半生だったような気がします。この社長やっぱすごいな。環境だけでなく働く人にも優しい機械作り。この機械は宇高社長が高齢の従業員のために作ったものなんだそうです。このハウス一つで3台動かせる、シルバーという形じゃなくて、まあ本当は正社員としてね、70歳まで仕事できる方がいいでしょ。まあそれがこれの開発の目的だったわけね。この機械で高年齢者雇用開発コンテストで表彰もされています。自分が一生懸命やった結果、誰かが喜んでくれる、それが、まあ、自分にこう気持ちよく伝わってくるっていうんでしょうかね。人に喜んでもらうことがとても楽しい自分に気がつくと言いましょうか、それこそが自分を発見するということでないかと思うんですね。宇高社長のものづくりに対する情熱は現場の社員にもしっかりと伝わっています。個人個人のその機械を修理する能力が高いっていう上では、やっぱり自慢できるんではないんでしょうかね。いざ機械がここの部署が壊れましたとなったら、みんなこう協力してこう直さんか直さんかって言ってこう直してくれるところがすごいいい会社だと思います。僕は現場もみんなが仕事精一杯やっている会社なので、我々この会社の従業員のは社長が我々を引き立ててくれて、ここまでしてくれたと思っていますけどね。安心と安全と希望の経営を合言葉に、社長と社員が一体となって作り上げてきた泉製紙株式会社。宇高社長はこう語ります。若い人たちが先輩が作った木陰で休んでほしくない、自分で木を植えて、その木を成長させて、そして大きな木陰を自分で作ってほしい、そしてその木陰で行こうてほしいなというふうに思います。